多分、だから、仮差し押さえというのをされていてですね。それって裁判終わるまで解除されないんですよね。で、おそらく裁判が終わるのが、弁護士の見立てでは、まあ、僕のね、受任した弁護士は、まあ、多分1年ぐらいかかるんじゃないですかね、と言われてるので、まあ、実際どれくらいかかるかはまだわからないんですが、まあ、1年ぐらいかかると、言われております。一応、僕の弁護士には。はい。1年ぐらい見といた方がいいですよ、とは言われてる。裁判ですか？配信者多いな。いやー、そうっすね。なんかまあ、ちらほら裁判みたいな話は聞きますよね。そうなんですよね。まあ、そんなこんなで。そうだ、吉江さん、ナイス取れましたね。ナイスの、あれですね。男女別の10日ごとの2位と、なんだっけ、全期間のなんか9位ぐらいでしたっけ？ 9位か8位だかに入って、あ、9位だったかな？ 2 入ってましたね。いや、ありがたいですよね、これはね、本当に。いや、にしてもね、なんかね、ちょっとね、まあ今、ふわっちである程度話題になってたりもすると思うんですけど、なんかあれすごいですよね。なんか藤沢奈々さんのなんか、ナイスの流しみたいな、よくわかんない男いるじゃないですか、なんか。多分おそらく、なんか超絶ハイパー、なんか無名の人だと思うんですけど、もともとはそのふわっち内で。になんかこうナイス、こう、一緒にコラボみたいなして流し合うというか流して、なんか、すげえ、いきなり、後から来たのに、とかって、なんか、ナイスの、なんか、男性のやつ、男性、ん？男女別のやつのやつと、なんか、しかも、総合も取れてたみたいだからね。ちょうど僕の、あれですよね。僕のっていうか、吉江さんの、あれですよね。上のとこら辺、上だったっけ？一個上だったかな？のとこで取れてたよね。あれね、どう思います？皆さん。れ、どう思いますか？まあ、俺、正直、一番悪いのは運営だと思うけどね。なんか、俺は正直、まあ、誰が悪いって言ったら、一番悪いのは運営だと思う。ふわっち運営が悪いと思うな。だってさ、もうそもそも、今に始まったことじゃないじゃないですか。なんか、リスワンの時とかもさ、明らか一人で撮れない人とかが、なんか人を集める人とコラボして、なんか無理やり撮ったりとかさ。で、それで、ね、コラボで撮られたら、コラボしてないで一人で頑張ったやつとかを蹴散らして、なんかこう、撮らせてるじゃん。ね、リスワンとかだってね、そのナイスが始まる前からあるし、それもそうだし、で、ナイスだってさ、なんか流し合いとかだってもう以前からあるからね。で、なんか途中でさ、ほら、一番最初ナイスってさ、リスナーが、複数の配信者に、押せたんですよ。だから、1日に、1人の配信者には1回しか押せないけど、でも100、例えば1日100人の配信者に1回ずつ押すこととかできて、で、何人でも押せたんですよ。1人1回のみでしたけど、何人の配信者でも押せたんですよ。で、それで、なんか、それをいいことになんか流し合いとかが始まって、まあ、桃七さんとかがなんかやり始めたんだと思うんですけど、なんか、なんだ、ナイスを流し合うみたいな。なんかこう、配信者と協力して、誰々にナイスをしてくださいみたいな、なんかそんなんやりだして。ね、そしたら、それは運営が規制したんですよね。そういうのがあったから、一配信者にしか押せないようになったんですけど、おはようございます。でも、それを規制するんだったらさ、ナイスの流し合いはどうなのって話やん。だってさ、だってそれを規制するってことは、運営だってナイスの流し合いは良くないなって思ったわけでしょ。一応、運営の判断として。まあ、正直これ運営がルールブックだからさ、このナイスに関しては。
でも結局、なんかその、ナイスに参加してない配信者もいるわけで、で、ナイスって辞退ボタンとかもあるわけで、ナイスに参加してない人からいくらでも流してもらえるわけじゃん。うん。で、まあ、ない、ね、例えば藤沢奈々さんのように圧倒的にナイスを稼いで、稼げる、もう、人が自分のナイスの1位を確定レベルまで稼いで、で、ああやってなんか人に流すこともできるわけじゃん。残りの日のナイスというか。うん。いくらでも抜け穴あるじゃないですか。だってさ、もうなんだろう、そんな、なんだろう、別にさ、ふわっち配信者なんてさ、別にさ、そんな、有名な YouTuber と違って、一案件で何百万とかもらえるような人たちじゃないじゃん。だそんな、ね、その、このふわっちのナイスシステムって正直その、配信者の知名度とか発信力に対して、クソゲロアマな状態だと思うから、今の段階で。こんなね、全然配信で本来稼げない人が、なんかその、ナイスとかで取れてる人はめっちゃ稼いでると思うから、まあ、ゲロアマな状態じゃないですか。だからそんなさ、なんだろう、他のサイト行ったら稼げない人になんかそんなね、取れたらこんだけの、しかも結構な大金だからね、ナイスの賞金ってある程度上位入れれば。で、それでなんかルールがガバガバだったら、それはそういう風にめちゃくちゃはちゃめちゃね、ルール、あ、なんだ、ルールっていうか運営がそれでバンもしないわけだから、それはそういうとこついてやってくるやつ、それはいるでしょって感じだよね。それはいるでしょ。から運営が、なんか、なんだろう、あまりにも大金を渡しすぎだよね、その、実際のなんかこう、配信者の能力に対して。まあ今の段階で。で、それでルールがそんだけガバガバだったら、そこついてお金取ろうとしてくる人は、そりゃ生まれるよ。運営側がだからもう、社交心とかね、競争心煽って、ルールガバガバなのがいけないと思う。今に始まったことじゃないもん。そんなのね。で、なんか、藤沢奈々さん使ってやってる側からしたらさ、まあ、俺もちょっと見てたけど、ちょっとだけ。まあ別に、配信が面白いなと思って見たわけじゃなくて、やり方えぐいなとは俺も思って見てたけど、まあ、正直何も面白くなかったし、なんだろう。まあ、吉井さんの配信もつまんないけどね。あれでだってもう明らか藤沢七票だもんね、ナイス。悪口？これ悪口に聞こえるっていうのはちょっとおかしいんじゃないかな。まあ、あくまでなんか自分の考えっていうだけで、別にね、悪口でもないと思うけどね。別にハゲとかチビとかオカマ野郎かとか言ってないじゃないですか。そう。まあ、これは普通の意見なんじゃない？って僕は思いますかね。まあ、運営が悪いんだよね。一番は運営が悪いんですよ。こんな大金を、なんかこう、あれですよ。底辺たちに大金をこうやって、なんかルールガバガバな、ね、ナイスイベントっていうのをね、設けて、もうルールガバガバじゃないですか。そんなんでやってたら、それはさ、だってそもそもさ、ふわっちなんてさ、なんかやばい奴らの集まりじゃん。なんか迷惑配信者とかさ。そんな奴らの集まりだから。